そうだな、これバーチキでしたよ、ね、いや、バーレシでした、バーレシ持ってきます。え、あ、2機あんのか。 3DX も飛ばしてないの、3DX。 一番最初双葉の CGI 積んでて、でその次マイクロビースト積んで、もう絶好調やんと思って、もうマイクロビーストもう絶好調やから外した。何やそれほんで 3DX 積み替えて、で よそにマイクロビースト、あのあれにプロの500に移した、あれね、はい、プロの500にマイクロビースト、もともと、あ、の一番最初はプロは、あ、僕はあの、バー付きやったプロの方が、それを、DUC に変えて、はい、で DUC、 あの結構、はい、あの時はまだバー付き、バー付きだ、それをあと、やっぱこれ静かやな、DUC のヘッドに変えた時にどうしようかと思って、あんまり大きいのに電源があれやったから、マイクロミスだったらかかるんじゃ、普通通してるだけやったんで、他の双葉とかでみんな外に付いてるから、よく電気に付いてるみたいな、あれぐらいかな、別電源製品だったらもうあれぐらいの方が、双葉で来ても JR でみんなの外の基板のあれが付いてるから、多分電気大きいんじゃない、まあ、来るかどうか言わないんですけど、マイクロミスだったら本体1個だけやから、だからあんまり電気出てもかかるな、で全然取らんでいいし、さんとみんな待ってるだけで分けて、あとの音や音に電話落としてね、電話を落として、それがもうすぐの邪魔しちゃうと思う、マイクロビーターとかかかるから受信機と同じ電気しか使えない受信機があるんです、ね、これはベルトドライブですよね。ベルトです。眩しなってきたね、うわうわ眩しい、こうなるとモニターで期待がわからない、うわ全部わからん、こうやって